大きなシャボン玉を作る方法。シャボン玉は、子供の遊び道具だと思っていると、シャボン玉ショーを見ると一変する。そのパフォーマンスは大人まで感動させてしまう。というのも大きなシャボン玉を作ったり、小さくてもバリエーションのあるものができたりすると拍手を送りたくなる。ちなみにシャボンはポルトガル語で石鹸を意味する言葉です。さて割れにくいシャボン玉を作るには、液の調合で違ってくる。例えば台所にある液体石鹸を、4分の1ぐらいに薄めておき、それにお湯 30ml プラスガムシロップ 10ml プラスグリセリン 10ml を加えてシャボン液を作る。人によっては、ラム酒やゼラチンも混ぜて作るという秘伝もある。苦労して作った液で素晴らしいショーを見せることができる。加えて、パネルシアターのシャボン玉もどれだけの練習の苦労の結果が、楽しいショーになる。